はい、フリーデータのいつからって過ごせるひまれで,です。エラテン氏 N 国コールセンターに突、告訴すればコールセンターの人が犯罪と言うけれど、N 国は法人格なので法人として被害届けなり告訴なりするのではということでやっていきたいと思います。えっと、エラテンさんがですね、えー、本日もというか、えっ、ー、と、本日はですね、本日は N 国のコールセンターに突撃と、ピンポン鳴らして、しつこくね、ピンポン鳴らして、えー、対応しろと。 えー、要求されてましたでそれに対して、立、え、花、ー、さんがそのことを言っているような感じで、えー、被害届を出す的なツイートがですね、えー、っとどれだったかな、えー、これから葛飾警察に強要罪と脅迫罪の疑いで被害届を提出に参りますと。 いいていましたおそらくこのエラテンさんのコールセンターとのことを言ってるのかなというところなんですけれども、それに対してエラテンさんが、えー、告訴すれば、えー、コールセンターの人が虚偽告訴罪になる可能性があるということを言っていました。それについては、えー、訴えていくということなんですけれども、N 国ってそもそも法人格を持っているわけですよね、制度として。なので、法人として、 被害届けなり告訴するんじゃないんですか、まあ、この場合、被害届けって書いてありますよね。被害届を出すのではないかと思われます。えー、まあ12時からということなんで、もう終わってるか、まだ話してるのかちょっと分かんないですけどね。なので、えーまあ、そのコールセンターの人が犯罪になること、これがあのもしもその虚偽であったとしても、虚偽と見なされるとしても、コールセンターの人は少なくとも犯罪ではなく、えー、N 国党という制度がダメということになるんじゃないんでしょうか、その犯罪であると認められるならね。 ただ、その、そうだと思われても仕方がない行動はしているわけで、これが、その、要件を満たすかどうかは別としてね。なので、どうなんですかねっていう、その、受理されるかどうかは別として、それが虚偽だと言われるほどのものなのかというところは、ちょっと疑問かなというふうに僕は思います。はい。 で、えっと、過去に似たようなことであったのが、共用罪っていうのが思い出されるのが、えっと、ロ,ロート製薬かなあの、在日特権を許さない市民の会に属していた、あの、今、日本大表さんにいる、えー、っと、西村人志さんとかが、ロート製薬に行って、要求をつくつけて、動画を撮ったり、 ということをやったときに、強要罪だと言って訴えられて、確か有罪判決になっていたと思うんですけども、あの時もも、ート制約として被害届を出していたなんですね。告訴だったら被害届だったか忘れましたけど、確か被害届だったと思うんですけども、出してたんですね。それと同じことを英国がするだけなので、コールセンターの人は多分関係ないんじゃないかなっていう。いや、これね、あの、裁判になって、コールセンターの人が嘘の証言をしたら偽証罪ですよ。でも、その、もしもこれが虚偽の告発と、 見なされたとしても、見なされた人としてもですよ。でも、少なくともコールセンターの人じゃなくて、NHK から含め守る党という法人が、えー、罪に当たるわけで、コールセンターの人関係ないんじゃないのっていうふうに僕は思いました。ちょっと、まあ、その辺ね、あの、もしかしたら違うかもしれないですけど、なんかあるのかもしれないですけれども、多分違うんじゃないかなっていう、ね、と思いました。で、まあ、コールセンターの凸に関してですけれども、えー まあ、いつも大橋さんとかがやってることをそのまんま、ほぼそのままですね、あれはね。うん。なんか、あのー、前の、あの、橘さんとかにつっくらときみたいにもっとエラテンさんの方が威圧的に言ってるとかはなく、まあ、いつもやってることをそのまま返されただけに僕には見えました。ちょ、それはね、あの、人によってどう取るかっていうのは違うと思うので、わかんないですけれども、そのエラテンさんが、 さんにとったたははやれの方が僕は怖いと思ったしでも、今回の、えー、コールセンターは、ああ、大橋さんがいつもやってることと一緒だよねっていうふうに僕は思いました。これは人によってね、感覚違うので、主観の問題なので、どう取るかっていうのはその人次第だと思いますけれども、僕は少なくともそう思ったと。まあ、いつもやられてることをやり返されたねっていうところと、でも、いつも立花さんは、文句があるなら警察呼んでって言ってるわけで、別にその通り警察を呼んだわけで、 えー、文句があるなら訴えればいいということで、訴えるということを言ってるだけなので、そこに関しては、あの、二枚舌であるとかね、そういうことはないのかなと。要は、あの、文句があるなら裁判所にどうぞと、警察にどうぞということで、自分たちも文句があったから警察に言ったということだけじゃないんですかねっていうふうに思っています。まあね、まあ、いつもやってることをやり返されて、どういうふうに思ったのかっていうのはちょっとね、気にはなりますけどね。 うん、はい。ということで、まあ、今後どうなっていくんですかね。これ、あんまりしつこくやると、ダメなような気がするんですけれども、うん。どうなのかな、っていう。まあ、あんまりしつこくやるとね、営業妨害とかにも、抵触しかねないのかな、っていう。まあ、営業妨害って言ってないのか。まあ、営業妨害として、営業妨害、違うな、えっ、ー、と、威力業務妨害かな。 にななる可能性がなくはといいうところは思わなくはないんですけれどもまあどうなるのかと認められるかどうかもちょっとわからんというところですよねこれはねまあ今後やられたやつなんかどのくらいの頻度でどのくらいやるかとかねどういう言葉遣いをするかとかなんと発言するかとかによって変わってくるのでうん 何とも言えないところでは現状あるんですけれども、うん、今日の見てる感じはちょっと今,日今回一発だけでアウトにはならないんじゃないかなと僕は思います、はい。ただね、ちょっとその、まあこういう批判を受けるのは分かっていてやってるんだと思うんですけども、いつも批判してることをやるっていうのはいかなるものですかねっていうところですね。多分八舘さん分かっててやってると思うんですけどこういうこと言われるのはもう折り込み済みだとは思うんですけれども、うん ちょっと、どうよっていう <laughs>。ほら、やられてどうよっていう気持ちでやってるんだと思うんですけれども、お前らがやってることはこういうことだよっていうことを言いたくてやってるんだとは思うんですが、どうなのかなっていうところですよねっていう感じなんですけどね。まあ、どうなることやらっていう <laughs>。まあ、話題の尽きない NHK からくこみを守る東堂エアーテンさん。今後もね、注目なのかなとは思います。はい。ただね、うーん。 ずっとやり続けると注目度も落ちてくるので、あの注目を集めようとするのであれば、どんどん激しくなっていくと。まあ、特に注目を集める必要はなく、とにかく、そういう、お前らがやってきたのはこういうことだってやるためだけであれば、同じことを繰り返すだけというところなんでしょうけど、その、だんだん過剰化するのがね、過激化していくのがちょっと怖いねっていう、まあ、その辺を分かってやってるなら、まあまあまあってとこなんですけれども、なんか、その、うん。 怪我人とかねあの、そういうのだけは寝、ね、出ないように、願うしかないですよねっていう <laughs>、うん、感じです。まあ、うかね <laughs> どうなんですかね今後はねっていう。まあ、なんかコールセンターがあることが問題みたいな文句があるなら警察に意外届を出せばいいということだったんですけれども、まあ、コールセンターがあることに救われている人がいるのは、まあ、また事実。なので、 どううなんですかっていうそういうことをやるのはって。そういうことをすることによって、電話に出れないとかね、そういうことが起こるとすると、それで嫌な思いをする人、要は助けてもらえなかった人っていうのが出る可能性もあるので、ちょっとね、このやり方っていうのが、本当に正しいのかっていうと、うん、正しいとはちょっと思えないかなと、とな,なんかもっと <laughs> もっとスマートなやり方できるんじゃないのとは思ってしまいますけれども、まあ僕はね、NHK からここ見守るとの方を支持するので、この エラテンさんと N 国だとね。ので、まあ、その、<laughs> 好きにやればとは思いますけれども、まあ、やるのは自由なのでね、あの法律に接触しない限りね。うん。やるのは自由だけども、ちょっとやめた方がいいんじゃないのっていう、うん。ねっていう感じですけどね。うん。うん。ね今後どうなってもねやらっていうところですけれども、まあ、あのー、 立花さんもね、一回警察を挟んで話し合うべきだっていうのは何度も言ってるんですけれども、一回話し合ったらっていう。とこは思います、ちょっとその何だろう、本当にエラテンさんが、まあ、ご,ご病気なのは本人もなんかそう,そうだと言っているので、そうなんでしょうけれども、もしも本当に病気で危ない状況なのであれば、その精神的にね、保護してもらうとかっていうことも必要になってくると思いますし、別に問題がないなら問題がないで、その、 とりあえずね、この現状のこの、うん、よくわからない状況っていうのはね、打破するためにもというのと、もう一個、第2第3のエラテンさんが出てこないためにもね、あのー、しっかりと一回対応された方がいいんじゃないですかと僕は思います。はい。まあ、相手にしない方がいいっていう人もいるんでしょうけどね。はい。ねえ。これ、このまま置いとくとね、あのー、本当に第2第3出てきかねないかなと思います。だって目立てるもんっていう話ですからね。 だって、立花さんに突撃して目立ってチャンネル登録増えて美味しいって思う人が湧く可能性があるんですよね。これ、このまま、あの、ちゃんとした対応をしないとね。なので、その、警察官なり何なりを間に挟んで話すなり、もう、あの、ね、えっと、仮処分が出せるかどうか分かんないですけども、近づくなっていう仮処分申請をするとかね、提起するとかね。そういう毅然とした態度を取らないと、まずいんじゃないのかなって、第2、第3出てくるよねっていう。 で、えっと、エラテンさんは多分分かってて、こう、こういう罪に接触する可能性があるから、こういう言動はダメだというのを分かっててやってると思うんですけども、そうじゃない。本当になんというか、アウトローというかね、ちょっとあの、危ない人が来て、例えばですよ、あのドアぶっ壊して中に入っていって、なうなちゃんマンかな,なか違ったかなうなちゃんマンだったがえー、っと、なんかあの、ニコ生の誰かが、やられてましたよね、家、はい、家の、 要はその外をぶっ壊して中に入ってきて、ぶっ壊さなかったのかな開いたのかな誰かに連絡もらったのかなちょ,ちょっと記憶定かじゃないですけども、何かしらの方法で、外をドア開けて中に入って、その、中のうな,うなちゃんマンだったか、誰だったか、ニコ生主の人のドアを、ハンマーだったか、バールだったか <laughs>、なんかその類のもので、ガツンガツン殴ってる動画って僕見た記憶があるんですけども、 そういうことをする人も出てきかねなくて危ないというのもあるので、ちょっとしっかり対応をね、された方がいいんじゃないですかっていう、うん、早急に、<laughs> はい、と思います。うん。ということでですね、よろしければチャンネル登録していってください。フリーレイターに使いつかって過ごせるひまるで,でした。